昼前雪恋祭りは、冬の昼前を多くの人に楽しんでもらおうと、昼前焼きそば水遁会や昼前観光協会などで作る実行委員会が、レストラン白樺の丘周辺を会場に毎年開いています。会場には高さおよそ3メートル、直径およそ 3.5 メートルの巨大な鎌倉5基が作られ、訪れた人たちを迎えていました。この鎌倉はご当地グルメの祭典 B1 グランプリがきっかけで水遁会と交流が始まった、秋田県横手市の人たちから鎌倉の作り方を習い作られています。この日は味噌たんぽや横手焼きそばといった秋田の郷土料理やご当地グルメの販売もあり、訪れた人たちが次々と買い求めていました。会場では他にもそり遊びやスノーシュー、雪や砂の上などでも走行できる自転車、ファットバイクの体験会もありました。他にも子どもたちを対象に、雪に埋まったお菓子を見つける宝探しゲームも行われました。こちらではバケツを使ったミニ鎌倉作りが行われていました。バケツに雪を詰めてひっくり返し中をくり抜くと、高さおよそ30センチのミニ鎌倉の完成です。訪れた人たちは、できた鎌倉に雪だるまを乗せたり、鎌倉を何段も重ねたりと、それぞれの個性があふれる鎌倉に仕上げていました。こうして作られたミニ鎌倉はおよそ1000基。辺りが暗くなり始めた午後4時には、ミニ鎌倉の中のキャンドルに火が灯され、会場が暖かな光が揺らめく幻想的な世界に包まれていました。訪れた人たちは、写真に収めたり、遠くまで広がるキャンドルの明かりを眺めたりして、冬の昼前を満喫していました。